今日は完全保存版 J リートの教科書ということで、新NISAで買う J リートで毎月分配金生活を目指すための厳選6銘柄も紹介していきます。皆さんこんにちは。お金の学校校長の今川和明です。新NISAがスタートして早2ヶ月が過ぎたわけなんですけれども、日経平均株価は史上初の4万円台に突入、投資に関するセミナーやイベントも大盛況といった形で、個人投資家の日本株に注がれる注目度というのは高まる一方です。日経平均株価は右肩上がりの上昇を遂げている一方で、右肩下がりなのが J リートです。高配当株が買われる相場ではあるんですけれども、 J リートについては分配金利回りが 4% 以上ある銘柄がたくさんありますし、かなり割安感も出てきていますから、正直個人的には売られすぎなんじゃないかなと思っています。先日長期目線で買っておきたい銘柄として積水ハウスリート投資法人を紹介したんですけども、リクエストもいただきましたので、今回は J リートに特化した動画をお届けしたいと思います。人の行く裏に道あり花の山の投資格言の通り、コロナショック以降の米国株ブームに乗っかることなく日本株、積立 NISA で e-maxi slim 米国株式、e-maxi slim 全世界株式をやっておけば最強なんだという説になびくこともなく日本株ということで、ずっと日本株個別株投資を推してきました。みんなが進む道とは別の道を歩んで成果を出してきた僕が今狙っているのが J リートです。前々から J リートの買い場は2月後半から3月前半にやってくるとお伝えしたんですけども、まさに今そのチャンスがやってきたと思っています。ファイヤーセミリタイヤを目指して投資に取り組んでいる方もいらっしゃると思うんですけれども、安定した配当金収入などのインカム収入を確保しようことは大事だと思っています。かつて高配当株で人気だった銘柄も株価上昇によってかなり配当利回りが下がってきていますので、高い分配金利回りと株価のリバウンドが両方狙える J リートというのは非常に魅力的だと思いますので、目を向けていただける動画にしたいと思います。そこで J リートで毎月分配金生活を実現するために、1、7月、2、8月、3、9月といった形で決算月が異なる6銘柄をピックアップします。今回は完全保存版J リートの教科書的な動画にしていますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それではまず J リートとはといったところから入りたいと思います。リートとはリアルエステートインベストメントトラストの頭文字を取った不動産投資信託証券のことで、一般的に日本のリートの総称を J リートと呼んでいます。 J リートは投資家から資金を集め、主に賃貸料収入が得られる不動産に投資をします。その不動産を維持管理しながら、必要に応じて売却や新たな不動産の購入なども行い、そこから得られた賃貸料収入や不動産の売却益を投資家に配当する金融商品です。 J リートで運用されている物件には、六本木ヒルズ、虎ノ門ヒルズなどをはじめ、イオンモールなどの商業施設、星野屋、ドーミーインなどのホテルなどがありまして、実際に利用したり足を踏み入れたりしたことのある施設も意外と多かったりします。日本の株式と同様に売買を行うことが可能で、 J リート専用の市場が取引所に設けられています。 J リートは間接的な不動産投資というイメージなんですけども、一部の地域や物件を除いては不動産価格の上昇を狙いに行くというよりは、どちらかといえば家賃収入を期待するということになります。例えば1億円で買ったビルから年間1000万円の家賃収入があって、利回りにすると年間 10% が得られるという考え方で投資するのが不動産投資の主流になっています。この 10% の利回りを表面利回りと言います。実際には1000万円の家賃収入が全て手取りではなく、固定資産税などの税金や火災保険や地震保険料、修繕費なども維持するためにかかりますので、手残りは500万円程度、利回りにすると 5% 程度という話になります。この 5% の利回りを実質利回りと言います。リートの場合、実質利回りの部分から分配金が支払われるということになります。また、J リートは特定の資産への投資、運用目的として設立される法人です。投資法人は利益の大部分を配当金として支払うことにより、法人税が実質的に免除されています。利益の 90% 以上を配当することなどの条件を満たせば、法人税が免除されますので、通常利益のほとんどを配当しています。一方で事業会社の場合は利益に対して法人税がかかりますので、配当に回る原資はその分だけ減ることになります。
また将来の成長投資のためなどの理由で利益を内部留保することもありまして、事業会社が上げた利益を配当金として享受できないケースもあります。この点が大きな違いと言えます。続いて J リートの成長戦略についてお話しします。 J リートの成長には2つの戦略があります。一つは保有している物件から生まれる収益の拡大を目指す戦略です。もう一つは新たな物件の投資や M&A などによって規模の拡大を目指す戦略です。収益の拡大を目指した内部成長戦略にはこのようなものが挙げられます。そして規模の拡大を目指した外部成長戦略にはこのようなものが挙げられます。 J リートは2001年9月に市場が創設、創設されて23年ほどのまだ歴史の浅い市場ではあるんですけども、J リート各社が保有する物件の中身は多様化してきています。 J リート市場が誕生した当初は J リートの投資対象となる物件はオフィスビルが中心でした。現在では投資対象となる物件の種類も物流倉庫や病院、介護施設などが増えるとともに、その規模も拡大してきています。続いて J リートの魅力とはといったところをお話したいと思うんですけども、まず一つ目が相対的に高い配当利回りです。リートの分配金利回りは国債など債券の利回りと比較して投資されるケースが多いです。安定的な収入を期待している投資家は元本の安全性に違いはあれど、不動産から得られる分配金収入に魅力を感じて投資をしています。中でも日本は利回り格差が大きいですので、 GPIF や地方銀行など機関投資家が投資をしているケースが多いです。二つ目は少額から不動産に分散投資が可能であることです。日本全国の賃貸物件を J リートを通じて間接的に投資をすることができます。数万円程度から購入できる銘柄もありますので、例えば金融機関から借り入れをして物件を購入、そこから家賃収入を得るという現物の不動産投資と比較しますと、リスクを抑えて不動産投資が可能ということになります。三つ目は物件選び運営管理は専門家が行うことです。取得する不動産の選定や取得した不動産の運営管理を不動産のプロが行います。現物の不動産投資と比べるとこの部分でも手軽さに違いがあると言えます。続いて J リートの懸念材料を3つ挙げておきます。1つ目が国内金利の上昇です。日銀の金融政策の変更で国内の長期金利が上昇していくとの観測から、東証リート指数は下落基調となっています。 J リートは保有する物件などの資産の半分程度は負債を使って保有していることから、金利上昇は借入れコストの上昇につながりますので、 J リートの収益分配金にも影響する懸念材料です。また10年国債利回りと J リートの分配金利回りとの比較で購入してきた機関投資家が金利上昇によって国債での運用にシフトしていくと、 J リートの買い需要が大きく減ってしまう要因となります。一方で日銀が金利を上げる理由の一つにインフレが予想されることも挙げられます。インフレになるということは物件の賃料が上がりますので、借入れコストの上昇分をペイできれば収益を落とすことなく分配金も減らさずに済みます。金利上昇イコールマイナス要因というイメージも持たれがちなんですけども、 J リートは金利上昇やインフレに強い部分もあれば弱い部分もありますので、極端に気にする必要はないと思います。二つ目は少子高齢化による人口減少です。少子高齢化で日本の人口が減ればマンションなどの入居率が下がり、 J リートの魅力はなくなるのではという質問もよくいただきます。総務省統計局の統計で見る市区町村の姿2023によりますと、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県という都市圏という観点で見ますと、人口は約3691万人で、世界的に見ても大きな規模となります。2030年時点においても、東京の人口は世界最大に近い規模を維持すると予測されています。J リートが保有する物件は、東京23区全体で約 49%、関東、近畿の2大都市圏を加えると約 86% を占めています。都市部への人口流入はオフィスや自住宅などの需要増加や商業施設の売上増加につながることも考えられますので、 J リート市場の後押し効果になると思っています。3つ目は災害リスクです。地震大国と呼ばれる日本ではあるんですけども、 J リートは地震対策の一つとして物件選定時に地震 PML を参考にしたリスク管理手法を取っています。地震 PML が低いほど地震に強い物件と言われておりまして、一般的に地震 PML が 20% を超える場合は地震保険を付保するといった対策が必要と言われています。 J リートが保有している物件は耐震性に優れ、地震 PML が低い物件が多いです。全く気にしなくていいとは言えませんけども、 J リートで保有される物件は地震に強い建物が多いということは、災害リスクは大きな懸念材料にはならないと思われます。
最後に毎月分配金生活を実現するポートフォリオ6銘柄を紹介するんですけれども、 J リートを投資対象にした毎月分配型の投資信託、パッケージ化された投資信託というのは銀行などでも人気商品となっています。個人的にはパッケージ化された投資信託ですと購入手数料や信託報酬などのコストがかかりますので、決算月がそれぞれ異なる J リート6銘柄を購入して毎月分配金が受け取れる仕組みを自分で作った方が得策なのではと思っています。現在東証リート指数は下落傾向にあるわけなんですけれども、そんな中でナブ倍率が1倍割れになっているというのはポイントかなと思っています。ナブ倍率が1倍割れということは、リートが持っている不動産の価値よりも株式の時価総額の方が安くなっているという形になりますので、持っている不動産を割安に購入することを、間接的にという形ではありますけども、できるということですから、そういった銘柄を中心にピックアップしていきたいなと思います。それでは2024年3月時点で J リートで作る毎月分配金生活のポートフォリオ6銘柄を紹介していきます。まず7月決算で紹介するのが三井不動産ロジスティックスパーク投資法人です。三井不動産をスポンサーとする物流施設リートです。主な投資対象は物流施設なんですけども、ポートフォリオの 20% 以内でデータセンターなどのインダストリアル不動産にも投資する方針です。用途別内訳は物流施設が 93%、 データセンターが 7% で、地域別内訳は関東圏が 55%、 関西圏が 30% を占めています。資産規模は現在3724億円です。格付けは JCR から AA の高格付けを取得。基幹物件は MFLP 茨城です。三井不動産ロジスティックスパーク投資法人の本日の割値は43万3000円で、年間分配金は1万7932円を予定しています。よって分配金利回りは 4.1% となります。J リートの中でも比較的相場の牽引役となっていた物流系リートではあるんですけれども、2022年の年初からは上値を抑えられながら右肩下がりの動きとなってきています。週足ではそういった動きではあるんですけども、日足で見ますと42万円割れのところで底打ちするのかなといった兆しも見え始めています。現在の株価水準でナブ倍率も 0.89 倍という形で、物流系リートでナブ倍率1倍割れで、買えるというのはですね、かなり割安感があると言っていいんじゃないかなと思いますので、売られすぎな銘柄の一つだと思っています。なので直近の安値圏である42万円前後、このあたりで拾えるようなところがあれば押し目買いのチャンスかなというふうに思っています。 2.8 月決算で紹介するのが三菱地所物流リート投資法人です。三菱地所をスポンサーとする物流施設リートです。主要投資対象は物流施設なんですけども、ポートフォリオの 20% を上限として工場、研究開発施設、データセンターなどの産業用不動産へも投資可能としています。資産規模は2711億円です。格付けは JCR から AA の高格付けを取得。基幹物件はロジポート川崎ベイとなっています。三菱地所物流リート投資法人の本日の割値は35万5500円で、年間分配金は1万6043円を予定しています。よって分配金利回りは 4.5% となります。株価の動きについては、先ほどの三井不動産ロジスティックスパーク投資法人と同じくといった形で、2022年の頭ですね、ここを頂点に右肩下がりの動きとなっています。ただこちらも同じくということなんですけども、2月にですね、35万円割れというのが2度ありまして、ここで少しですね、カツンとこう、下髭もチャート上長く引っ張ってますし、反転の兆しが見え始めたのかなと、日足を見ますと出てきてますので、いい加減このあたりがそこかなというふうに思います。ナブ倍率も 0.88 倍という形で、三菱地所がスポンサーでなおかつ、物流施設系のリートというところであれば売られすぎかなと思ってますので、35万円割れ、ここがあればですね、おしめ買いのチャンスと捉えていいかなと思っています。3、9月の決算で紹介するのが大和証券リビング投資法人です。大和証券グループ本社をスポンサーとする住居特化型 J リートです。2006年にリプラスレジデンシャル投資法人として発足したんですけども、2008年にオークツリーグループがメインスポンサーとなりまして、2009年に日本賃貸住宅投資法人に名称変更、さらに2010年7月にプロスペクトリート投資法人を吸収合併しています。
オークツリーが運用していたんですけども、2014年に大和証券グループがサブスポンサーとして参画、2015年にオークツリーがスポンサーから撤退して、大和証券グループがメインスポンサーとなりました。2020年4月に同じ大和証券グループが運用する日本ヘルスケア投資法人と合併、住宅ヘルスケア施設の住宅系複合型リートとなりました。2度目の合併後も外部成長を進めておりまして、資産規模は3780億円に成長中です。住宅とヘルスケア施設は7対3の割合、格付けは JCR から AA- の高格付けを取得しています。大和証券リビング投資法人の本日の割値は10万600円で、年間分配金は4600円を予定しています。よって分配金利回りは 4.5% となります。ここ3年間の動きを見ていただきますと、おおむね、現在の株価水準というのを底値に、12万円ぐらいの間で、行ったり来たりと、このような形でボックス圏での動きが続いてきました。現在はその下限ラインにあるということでピックアップしたわけなんですけれども、現在の株価水準でナブ倍率も 0.87 倍となってますから、前回2022年の1月、10万割れ近くまで、来た時もですね、割安感かなりあったという状況ですので、割安感からこのあたりが底値になってくるんじゃないかなと思います。これに関してはボックス圏で動いている銘柄ということですので、またこのボックス圏の上値、12万円超えのとこですね、このあたりに来れば一度売ってもいいのかなと思いますし、分配金利回りも 4% 台半ばということですから、持ち続けて分配金収入を取り続けるのもありということで、どちらにシフトしても重宝できる銘柄なんじゃないかなと思っています。4-10月決算で紹介するのが積水ハウスリート投資法人です。積水ハウスをスポンサーとする総合型リートです。2018年5月に積水ハウスレジデンシャル投資法人と合併、住宅とオフィスを中核資産とする総合型となったんですけども、2023年に投資方針を変更しまして、住宅を中心とした総合型リートへ移行しています。格付けは JCR から AA の高格付けを取得、基幹物件はガーデンシティ品川御殿山です。積水ハウスリート投資法人の本日の割値は7万4200円で、年間分配金は3567円を予定しています。よって分配金利回りは 4.8% となります。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、おおむね、7万円台前半から、8万円台後半、このあたりでのボックス圏での動きとはなっています。なので、もう少し7万円割れがあればバッティングチャンスかなとも思うんですけれども、日足を見ていただきますと、7万4000円前後で揉み合ってますので、ここで、移動平均線がですね、中期長期のですね、移動平均線が下がってくると、ゴールデンクロスして抜けてくるという可能性もありますので、あまりですね、7万円割れを待ってると買えない可能性もあるんじゃないかなと思ってます。ナブ倍率も 0.85 倍ということで、こちらもかなり割安感がありますんで、今の株価水準でもですね、十分押し目買いのラインと言っていいんじゃないかなと思います。なので本当にね、底値があるかどうかってわからないわけなんですけども、一旦このあたりで打診買いで、もう一発下がるとこがあれば追加購入、こういった作戦でいいんじゃないかなと思います。5-11月決算で紹介するのがユナイテッドアーバン投資法人です。マルベニをスポンサーとする総合型 J リートです。2010年に日本コマーシャル投資法人を吸収合併、商業施設、オフィスビル、ホテル、住居、その他を投資対象としています。主な投資地域は首都圏、政令指定都市をはじめとする日本全国の主要都市とその周辺不動産を対象としています。おおむね首都圏の投資比率が 50% 以上、用途別ポートフォリオ構成はオフィスが 28%、 商業施設が 26%、 ホテルが 24%、住宅が 7%、 物流施設が 7% となっています。格付けは JCR から AA の高格付けを取得しています。ユナイテッドアーバン投資法人の本日の割値は14万2400円で、年間分配金は7000円を予定しています。よって分配金利回りは 4.9% となります。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、おおむね14万円前後から16万円前後、15万円台後半、このあたりでのレンジでの動きが続いてきておりまして、現在はその下限ラインということでピックアップしています。日足を見ましても、やはり14万円割れというところをそこに、
まあ、戻ろうという動きになってきていますので、まあ、今がまさにおしめ買いのチャンスなんじゃないかなというふうに思っています。ナブ倍率が 0.88 倍ということで割安感もありますから、やはりまあ14万円台そこそこのところで拾っておいて、また15万円台後半で売る。まあ、もしくはですね、4.9% という分配金利回りがありますので、まあ、中長期保有で分配金収入を取っていく、まあ、どちらも狙える銘柄だと思います。6、12月決算で紹介するのが日本リート投資法人です。SBI グループをメインスポンサーとする総合型 J リートです。2014年の上場時は双日がメインスポンサーだったんですけども、2022年11月に SBI グループに交代しています。都心の中規模オフィスと三大都市圏の住宅に重点投資、商業施設にも分散投資しています。資産規模は2587億円で、物件及びテナントの分散を特徴としています。用途構成はオフィスが 70%、住宅が 27%、残りは商業施設です。格付けは JCR からシングル A プラスを取得しています。基幹物件は大宮センタービルです。日本リート投資法人の本日の割値は32万8500円で、年間分配金は1万7447円を予定しています。よって分配金利回りは 5.3% となります。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、SBI グループにスポンサーが変更してからは、まあ、30万円台前半というのが定番の銘柄となっています。ただ、その定番だったラインから今は1段階下がっているという状況ですので、まあ、押し目買いのチャンスかなというふうに思いましてピックアップしています。まあ、その根拠としまして、ナブ倍率が 0.77 倍ということで、まあ、今回紹介する6銘柄の中でも、まあ、群を抜いて割安感があるということですので、さすがにこの1段階下がった水準というのは売られすぎなんじゃないかなと思います。さらにメインスポンサーが SBI グループとなりましたので、まあ、スポンサーの期待感からも今後は買われてくる可能性はあるんじゃないかなと思っています。なので、ここ1年ちょっとのですね、スポンサーが交代して以降の一番最安値圏のこの32万円前後、まあ、33万円前後ですかね、このあたりで仕込んでおくと将来的には面白い銘柄になってくるんじゃないかなと思っています。今日のまとめということなんですけども、今回は長丁場の動画になったかなと思うんですが、Jリートの基本から毎月分配金生活を目指すためのポートフォリオまで一挙公開してきました。これは現物の不動産投資と同じくということになりますけども、いかに安く物件を仕入れて高くて安定した家賃収入を得ていくかということが Jリートの基本的な投資戦略となります。そういった意味ではナブ倍率が軒並み1倍割れ、分配金利回りも 4-5% 台が取れる現状というのは買い時と言えると思います。ちなみに今回紹介した6銘柄を一口ずつ購入したとしますと、143万3700円程度の投資で年間分配金収入は6万6589円となります。このポートフォリオの分配金利回りは 4.6% ということになりますから、まあ、十分な副収入にはなってくるんじゃないかなと思います。今回は教科書的な動画にしましたので、これから J リートに投資しようかなと検討してらっしゃる投資家さんや、毎月配当金生活を目指してらっしゃる投資家さんは、ぜひ何度も見直していただきながら参考にしていただけたらと思います。お金の学校では引き続き注目株のピックアップや株価予想などの動画をお届けしていきます。チャンネル登録がまだという方は、次回の動画も見逃さないよう、このエンディング画面からチャンネル登録、そしてその隣のベルマークへのタップをよろしくお願いします。